In Blagnable famous castle, 松山キャッスル。みなさんこんにちは。My name is Yuki. I'm Japanese. And now I live in Japan. Today, I would like to introduce 松山キャッスルin 愛媛 prefecture. I visited there a while ago, and it was very good. In this video,I would like to introduce in Japanese how to get to Matsuyama Castle and some of the highlights. 松山城は江戸時代から残っている現存12天守の一つです。1602年に加藤義明という武将によって建てられ、難攻不落の名城として知られています。松山城は四国の愛媛県松山市の中心にある標高132メートルの勝山という山の山頂にあります。東京から松山市までは飛行機で約1時間半松山空港からさらにバスと電車で1時間半ほどで勝山のふもとに到着します。山を登るルートはいくつかありますが、高いところが苦手でなければリフトやロープウェイがおすすめです。リフトとロープウェイはどちらも往復で520円です。チケットを購入したら乗り場に向かいます。今回は天気が良かったのでリフトに乗ることにしました。ちなみに徒歩で登る場合はお金はかかりません。係員の人にチケットを渡して乗ります。リフトの乗車時間は約6分です。はじめは怖かったですが、慣れてくるととても気持ちが良かったです。景色を楽しんでいるうちにあっという間に到着しました。ここからお城までは歩いて登ります。まだまだお城までは遠いですが、すでに立派な石垣や門が見えています。これらの多くが国の重要文化財に指定されています。かなり高くまで登ってきました。この太鼓門をくぐると、ようやくお城の天守が見えてきました。ここから先は有料なので、チケットを購入して入ります。大人一人520円です。ここからさらにいくつかの門を抜けると、天守につながる中庭に到着です。いざ、お城の内部に侵入です。天守は江戸時代のままで、階段がとても急です。建物は総木造で、内部には刀や甲冑、屋根の装飾などが展示されています。これは狭といい、この穴から矢を放って敵を攻撃していました。これは石落としです。
ここから石を落として石垣を登ろうとする敵を追い払います。最後の急階段を登っていよいよ大天守に到着です。お城の中で最も高い場所です。松山の町を一望できて圧巻の眺めです。天気も良くて最高でした。帰りはリフトやロープウェイは使わず歩いて下山しました。10分ぐらいで下山できたのでちょうど良いお散歩になりました。たくさん歩いて疲れたので少し休憩。松山城から歩いて10分ほどの距離にある愛称亭にやってきました。ここは日本の有名な小説家夏目漱石が松山で働いていた時に住んでいた場所です。今回はコーヒーと一緒に松山名物の坊ちゃん団子という和菓子をいただきました。 That's all! Could you enjoy it? By the way, how many gates did you see in this video? If you know the answer, please answer in the comments. In fact, Matsuyama Castle has many more gates and attractions not introduced in this video. Please visit there and look for it! じゃあまたねー!